ついに逮捕。皆さん、ジュビリーエースってご存知ですか？昨年からちょっと話題になりましたよね。僕もね、実は昨年オンラインですが説明会に参加してみました。このね、ジュビリーエース、仮想通貨の価格差売買などを通じて利益を得て、出資者に高い配当が与えられる金融関連商品なんです。アービトラージって言葉を使うんですけど、日本語では最低取引って言います。まあ、簡単に言うとですね、安いところで買って高く売れるところで売る。古本だとセドリって感じですかね。セミナーで聞いた感じ、まあうさんくささ満載でしたね。でも結構面白かったです。ありえない金額、まあ数字がねバンバン出てくるので、騙すんだったらね、もうちょっと現実味のある利回り出せばいいのにって思っちゃいましたね。あと、こういう金融商品に見られる特徴の一つとして、結構ねシステムがね複雑で難しいんですよ。ロジックがわからないというか、そもそものねシステムを理解できるのは一般の人には無理です。まあまさにね、情弱ビジネス、よくわからないのに手を出しちゃう人、そういう人を狙うわけですね。報道では、金融商品取引法違反、無登録営業などの疑いで玉井容疑者ら7人を逮捕となっています。勧誘者は紹介者に対して必ず儲かる、月利 10% などと勧誘。中にはセミナーやビデオ会議アプリなどを通じて、あ、これ僕まさにそうですね、これ参加しました。多額の利益を得たとして情報だけで人生が変わってしまうなどと出資を求めていた勧誘者もいました。本当その通りでしたね。いずれの商品も海外に運営会社があるとされ、運営者側は出金停止の理由については、システムメンテナンスや国外との仮想通貨での送金のやり取りが難しくなったことなどを挙げています。中には数千万円を引き出せなくなった人もいるようです。いやー、やばいことになってますよね。僕も仮想通貨やってるんですけど、ビットコイン、イーサリアム、リップル、この3つしかやっていません。今のところね、それ以外は手を出す予定もないですね。いろんな通貨どんどん出てきてるんで、面白いのでたまにね覗いてみたりしますが、本気でやることはないと思います。と言いつつ、最近気になるもう一つの関連ニュースがこちらです。10月19日、アメリカニューヨーク証券取引所において、暗号資産であるビットコインの先物価格に連動した上場投信、プロシェアーズビットコインストラテジー ETF が上場。投資家や金融市場からの注目度は高く、取引開始直後の1日の売買代金は10億ドル超えを記録。取引拡大の期待感からビットコイン価格も一時最高値を更新しました。まだまだあります。続くはこちら。暗号資産、仮想通貨ビットコイン先物に連動するアメリカで2番目となる上場投信 ETF が10月22日に上場。3日前に上場したアメリカ初のプロシェアーズビットコインストラテジー ETF に比べると、まあ、若干ね注目度が低いデビューとなったようです。今回ご紹介しているこれらの記事は、この動画の下の備考説明欄に全てリンクを貼っているのでご参考ください。しかし本当、経済金融って面白いですよね。まあね、何が面白いってね、今皆さんグローバルな視点で世界経済見たとき、金融経済って実体経済よりもはるかに大きくて、世界中を毎日お金が駆け巡っていますよね。ここね、なんとなくでいいので分かりますか？このため、今日の世界経済は資本市場に大きく影響を受けるようになっているんです。かつては実体経済の結果として株式市場も含めた資本市場があるっていう関係だったんですが、今や関係が逆転しています。例えばリーマンショック、資本市場に危機が発生すると、実体経済の方が危機にさらされるんですよね。この巨大化した資本市場はこれからますます動乱期を迎えるような気が僕はするんですね。もっとね、面白いのは、インターネットが世界の隅々まで張り巡らされた今、情報はリアルタイムでどんどん流れていることです。株価に影響を与える重要な情報も多くの人がインターネットで、まあ、瞬時に手に入れることができるようになりました。しかし逆を言えば、インターネットに出た瞬間にその情報は世界中で共有されるわけなので、一瞬にして貴重な情報ではなくなるっていう矛盾も抱えています。裏を返せば、本当に貴重な情報ってどんどん外に出にくくなっている、そんな気がします。まあ、このジュビリーエースの件もそうですが、やっぱりね、自分で考える姿勢がない人って多数、まあ、数ですよね、とか権威に依存しがちなんですよね。群衆心理ってもう言うんですかね。だからね、世間の言説に、まあ、手もなくひねられちゃったりするんですかね。流行だと言われればなびいたり、マスコミが流す情報に一喜一憂したり、また確証バイアスっていうのもあると思うんです。確証バイアスっていうのは、自分の認識に合う情報を重視する一方で、考えに合わない情報は軽視する傾向のことを言います。皆さんの周りに結構そういう人多くないですか？
これから僕たちは多くの情報を浴び、自ら思考力を養い、リスクを取って楽しいことのために自ら作ったレールを歩く、そんなね時代になるのではと予想し、そして僕個人そんな未来に期待もしています。なんか僕はいつまで経っても子供ですね。いつもねワクワクドキドキしてます。最後に皆さん、うさんくさいセミナー、サロンへの勧誘、金融商品の紹介、変な投資話にはくれぐれもご注意ください。以上、経済と金融が大好きなカスでした。 See you!